皆さんこんにちは、西内まりあです。たくさんのコメントありがとうございます。アメブロついに開始しました。これからもブログよろしくお願いします。今日は日差しが強くて天気がいいです。ちょっと今まで日傘さしてたんですけど、今はちょっと動画ブログを撮ります。ですね、焼けちゃいそうだな。ここで喋ります。日陰に入ります。緊張しちゃってすいません。まあそうですね、第1回目のアメブロブログ、本当に皆さんのコメントが温かくて嬉しかったです。これから動画の方も載せていくのでよろしくお願いします。いやー緊張してきた。ですね、じゃあもう早速じゃあ私服チェックいこうかね。はい、私服チェック、じゃん。今日はこんな感じ、超ガーリー、こんな感じです。ポイントはこのリボンですね、赤く入ってます。でこのスカートが結構フレアになってるので足が細く見える効果があるので皆さんぜひ履いてみてください。いやめっちゃガーリーにしてしまいました今日は。ちょっと気分で。じゃあ今日のヘアアレンジ紹介です。じゃん、見えますか？見えるかな。ここをちっちゃく三つ編みにしまして、で後ろでリボンで留めました。超ガーリーなんて。でポイントは下の方もちょっとこうふわってニュアンスをつけて、エアー感を出しました。ということで今日はこんな感じかな。あとね、じゃん、紹介します。私の手作りアクセです。じゃん、趣味に手作りアクセって書いてたと思うんですけど、こういうのを作ったりしてるんです。これね、毛糸を地道に編んでいくんですよ。割と大変です。でこのネックレスも作りました。はい、では本日はこんな感じで、これからもどんどんアップしていくのでぜひ見てください。それではまたね、バイバイ。